7月13日、松山市西羽部のポリテクセンター愛媛で第17回愛媛アビリンピックが開かれましたこれは、障害のある方が日頃職場で培った技能をお互いに競い合う大会です誰もが仕事を通して社会参加できる共生社会の実現に向けて高齢者や障害を持つ方の 雇用に関する女性や相談などの総合的な支援を行っている独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部が毎年開いていますアビリンピックは1人1種目の参加でパソコンデータ入力や表計算、製品パッキング、喫茶サービス、ビルクリーニング、オフィスアシスタント ワードプロセッサ競技の7種目がありますこの日は合計48人が、それぞれの種目の課題に挑戦しました障害のある方々の能力と、あとです、ね、あの意欲、そうしたものがです、ね、あの雇用に対する理解をです、ね、深めていただければなと思って、大会の方を開催しているところでございます。 より広くの障害者の方にです、ね、アビリンピックに参加していただいてです、ね、自分が今お持ちになっている技能を遺憾、ね、なく発揮していただいてです、ねで、また競技をすることによってです、ね、自分の技能の向上につなげていただければなと思います、そういったことがです、ね、あの企業様の方にもです、ね、伝わればです、ね、雇用にもつながってくるのかなと思っておりますので、ぜひぜひ参加の方よろしくお願いいたします。アビリンピック以外にも 障害のある方々への雇用の支援等も私ども機構では行っておりますのでぜひご利用いただければと思いますのでよろしくお願いいたします日頃の丁寧な仕事ぶりが光るアビリンピックアビリンピックを通じて一人一人が持てる力を発揮しより社会がつながっていくといいですね